2018年12月11日超満員の後楽園ホールはその瞬間を待ちわびているファンの熱気に包まれています。世界で一番強い2人は誰なのか。1年の闘病を飾る暮れの風物詩、世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ大詰めです。世界タッグ王者の意地を見せるのか、2年連続の優勝を狙う暴走大巨人、そして初優勝を狙うザ・ボンバーディラン・ジェームス、そして城東リング組です。解説は丸山敦選手です。丸山選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。この放送の前にもありましたけれども、はい、アナウンスがありましたけれども、はい、優勝の可能性を残した2人がぶつかりますね。そうですね。他の可能性を残した選手たちがもう敗れたということ で、 そうです、ね、このどちらがもう勝った時点で優勝という。そうですね、はい、分かりやすい。さあゴングが鳴りました。どんなところにこの一戦は注目していきたいですか。いや、やっぱりこのジョー・ディラン組ですか。これすごい2人が組みましたよね。いや本当に大型の外国人ですよね、その居住コンビ、はいはい、暴走大巨人の方が小さいという、はい、本当そうですよね。これもう日本一でかい団体ですよね、うん、はい、すごいですよ。これやはり全日本の特徴もありますよ ね、 いやそうですね。大きな選手が集まって、はい、ぶつかり合っていくというすごいですよね。さあ画面右側城東リングです。196センチ、そして画面左スワン188センチです。まずは力比べしようぜと先に仕掛けていったのはジョー。どちらのパワーが勝るか。共に6勝3敗勝ち点12です。首位同士がぶつかり合っています。今年から丸山選手、はい、今年からジョーとジェームスは組んだんですけども、はい、全く本当になんかミスもあんまないですよね。いや、そうですね。しっかりと連携できていますよね。まあ連携というかもうどっちも強いですからね、まあ、ただ心配なのがですね、はい、ジョーがこの大会の途中に左の胸を負傷して8日に復活したばかりなんですよね、はい、確かにビッグガンズとの試合を制しましたけども、はい、その影響がどこまであるか。いや、京都の試合を見る限りはすごかったですよね、はいはい、なんでこんな動けんだ、もうその影響は全くないように。僕は分かんなかったですね、はいはい、京都で感染した人はジョーが痛めてるんで誰も気づかないぐらいの、はい、あれ痒くぶりでしたね。そうでしたか、まあ、ただ油断は禁物です。もしかするとそこを狙ってくるかもしれません。そうですね、はいはい、石川選手も肩やってますからね。ああ、そうですね、右肩ですよね、まあ、このリーグ戦でもこの肩をやっぱ攻められるというのもすごく見られましたからね、はい、まあ、こんだけテープ貼ってたら攻められますよ、はい、さあここはクリーンに行きました石川修司、第83代世界タッグ王者、そして昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦優勝、当然2年連続優勝を狙うこの暴走大巨人コンビです。だがパワーなら負けていませんディラン・ジェームス。すごいですね。先ほど石川はクリーンに行きましたが、ここもフェアに行こうぜとジェームス。ヘッドロックの体勢に入りました。村山選手、はい、全日本の外国人選手はどう感じますかね。いや、もう外国人ばっかりですよね。強い外国人も、でっかくて強いのはここ数年はジョー・オンリーという形が続いていたんですけれども、はい、徐々に、ね、ジェームス、バレッタ、はい、そして、ジ・エンドの2人が出てきましたよね、はい、このディランってすごい、はい、失礼しました、お話し中。この人ちょっとジョー選手の陰に今ちょっと隠れがちですけど、この人めちゃくちゃ強いですからね。そうですか、このチョップも見てもそうですよね、いや僕チョップはこの人日本一じゃないかなと。日本一、まあ、外国人に日本一っていうのもなんかあれですけど、日本で活躍している。そうですね、はい、外国人の中で、いや返していきます、負けじと。さあお互いに逆水平とチョップでぶつけ合っていきます。ジョーがスワマを捉えている。お客さんが心配ですね、これ。そうです、これだけ大きい、4人の選手がいますからね、巻き込まれるようにしなければいけません。ここは
つかり合っていく意地のぶつけ合いです。石川選手が押されるのに、すごいっすね、それだけのパワーの持ち主ディアン・ジェームス、ハンマーパンチ、今日は上位戦多いですね。いやーそうですね、危ないですね。そして鉄柱にぶつけていきます。あの2018年の全日本プロレスの公式戦としては、まあ、今日が最後ということになりますから、はい、もう持っているものすべて出していこうというような、そうですね、そんなもう試合展開になってますよね。またね、負けましたからね、優勝の可能性あるチームが。そうですね、もうとにかくどちらかが勝てばその時点で優勝という。そうですね、何かこうジョーとジェームスを見ているとかつての最強外国人時代が再び到来というような感じになります ね、 すごいっすね。リングに戻します。さあ諏訪間石川の暴走大巨人コンビは2連覇がかかっています。ちなみに過去連覇しているのは90年代に4チームありました、はい、ご紹介しますと、テリー・ゴディ、スティーブン・ウィリアムス、三沢光晴、小橋健太、川田俊明、田上明、そして小橋健太、秋山純ということで、うわものすごいショックだ。丸山選手、はい、2000年代に入って、はい、連覇しているチームないんですよ。あもう2018年で、はいはい、いやそれだけ難しいでしょうね。もう2000年代に、そうですね、連覇しているチームがないということで、史上5組目の、まあ、快挙になるかという、はい、この暴走大巨人コンビです。だがここはやはりパワードをしていくのが上道リング、ディラン・ジェームス。どうでしょう、見てもどちらのパワーが勝っていますか。いやもう みんな強いですからね、はい、こんなでも石川選手がこの捕まるような展開なのなかなかないんじゃないですか。 うわドスンドスンという音です。バチンバチンなんかドスンドスンという音が聞こえてまいりました。この石川選手もめちゃくちゃ力強いですからね、はいはい。さあ、スワマが出てきました。元気いっぱいのスワマ。そしてフロントハイキックをかわしてフライングのショルダーアタック。今年2018年スワマ選手は、はい、結構ドロップキックを多く使っている場面が見られましたよ ね、 ね、これ調子がいいって言ってもいいんでしょうか。いや、やっぱドロップ、うわー、ここはひっくり返していく。ドロップキックはやっぱね、あのレスラーの 花だと思うんで、はい、やっぱドロップキックきっちりできるというのがすごいですね。そして足を捉えた、はい、この体格でね、あんな綺麗なドロップキック打つ、まあうん、ジョー選手もジョーもそうですね、この体で飛ぶんですよね、鮮やかに華麗に。和田レフェリーが今おおと、なんとかロープに手が届きました。この和田レフェリーがロープを切るのはこの届いていないということだから。そうですね、そうなんですよね、はい。さあ石川も入ってきました。ここから一気に自分たちの流れを作るか、串刺し式のラリアット、そしてニーリフトです。サンドイッチ式のラリアット、連続攻撃、そのまま抑え込みに入りましたが、カットに入ったのはジェームスです。だが見ています、ここは石川が止めに入りました。今度はさあ2人で何を見せるか、投げるぞ、おい、踏ん張ります。難しいですね。136キロ上道リング、115キロジェームス、振り切った、振り切った、さあエルボーを見舞いして再びジェームス登場です。本当に一発一発が重いですよ ね、はい、ですね、音がまたすごいですね、ですね、やったー。そしてカルガルトを打ち上げました。ボディースラムからエルボドロップ、そのまま抑えます。カウント2。いやここまで丸山選手、はい、両者の動きご覧になっていかがですか。いやもうあの完全にスワマ石川組押されてると思いますね。押されている、うん、まあ、先ほどあのジョーが胸を痛めて欠場ってありまして、5大会も欠場したんですけど、全くあのそんな感じさせませんよね。そうですね、そのハイキック捕まえて、今度はスワコは返します。ブレインバスター様、石川修司、さあここから流れを作りたい、このスピードです。そしてコーナーマットに川津落とし、
頭部をぶつけてまいります。至近距離からの2位もある。ちょこーんとカットしました。ジョーです。終わりません。連続攻撃、そして大外刈り、そのままこれ肩固めの体勢に入りました。腕も捉えていきます。うわー、コブラクラッチ、コブラクラッチ、はい、完全にガッチリと決まっている。そしてここで出るか、スワマのスリーパー、じわじわと、さあ引き寄せて、これいいですね、締め上げていくぞ。ガッチリ決まっています。コブラクラッチとスリーパーホールド、足を伸ばしていますが、どうでしょうか、アピールしています。それに気づいていないぞ、またレフェリー、あ、認められません。足首より先に出ないと、はい、完全に出なければいけないということですよね。またレフェリーもそれをちゃんと伝えていますけれども、届きません。さあ落ちてしまうのか、ちょっと待ってくださいよ。ジョーがもうすでに動けない、フラフラの状態気づいているか。さあこのまま決まるのか、確認している。動けないんじゃないですか。あ、以上、なんとか戻りましたね。息を吹き返しました。大丈夫ですかね。ただ何が起きたのか分からないといった、そんな表情を見せています。そしてスワマがジョーを場外に追い出していきます。ここはチャンス。さあここから背後に回り、もう一度腕を取りに行く、スタンディングの状態でのこれはコブラクラッチでしょうか。ぶん投げました。そしてチョップです。この左のまた石川選手のエルボーもかなりえぐいですよね。嫌ですよね、うわ、うん、気持ちと気持ちがぶつかり合っています。勝てばもう優勝です。その時点で優勝です。優勝が決まります。うわ、皆さん聞こえるでしょうか。丸山選手も、はい、ジェームスのチョップは食らったことがあるんですよね。いや、これはもうえげつないですね。動けないですよね。ちょっとうつろな表情ですけど、まあ、威力は落ちてないですよね。それを耐えることができるのがやはりプロレスラー。うわ、すごい、先ほどよりもものすごい音だぞ。うわ、返していく、止まらない。これがディラン・ジェームスのチョップだ。スワマを追い出します。そして今度はラリアット、今日もぶつかっていく、担ぎ上げてサイドバスター、さらにはエルボドロップ、ザ・ボンバー、本当にボンバーっぷり見せてますね。このエルボドロップが効くんですよね。これカウント2、なんと返していきます。さあ追い込まれているのは石川修司、スワマ組。ただちょっとジェームスも疲れてきたか。これ必殺技狙ってますよ。あ、いきますか、必殺の、早くも見せるか、ボンバードライバー、ここで行くのか。いや、スワマが入ってきました。あれを食らったらもうひとたまりもありませんね。危ないですね、決まってしまうかもしれませんから、さあコーナーサイドのジェームスに対して、ここから投げるぞと、まだまだスタミナも十分、気合も十分、スワマ、これ危ない、115キロのディラン・ジェームスに対して、まさかまさかの長野式ブレインバスター。会場が揺れるように感じました。だが次行ってほしい、ここで行きたい、声をかけます。これ意識回復しましたかね、丸山選手、スワマ石川は。そうですね、はい、大チャンスですね。ここでさあ連続得意の連携技、境川だ、止まらない、2人のラリアット、右左へと、そのままスライダー、聞いた、大きなチャンスを掴んでランニング式のリーリフト、ぐさりと突き刺さって、カウントはカウント2です。ちょっとジョーローリングも疲れたか。そうですね、カットに入ることができませんでした ね、危なかったんじゃないですか。もうあ、これ危ないですよ。そして神越だ、神越来た、まずい、ガードできません、正面からまともに食らってしまいました。これ食らった終わりですね。獲物を捉えた石川修司、ここでトラブとなるか、倒れてしまった、ワン、ツー、ワン、カットに入ります。いや、ジョーも必死です。だがフラフラ、いや危ないですよ。石川一人で奮闘しています。
なんとかサーモンも戻ってきました。そして石川がジェームスに対してまさかここで必殺のファンサーブだ。決まった。カウントはカウント2。がっちり抑え込んでたら分かんなかったんじゃないですかね、はい、今ね。序盤はこのジョーとジェームスのパワーに圧倒され場外戦も繰り広げられましたが、ここで放送大巨人組がうまく流れを掴んでいます。フラフラな状態ジェームス、あ、行った方がいいですね。そうですね、ここでもう行くしかありません。一気に行きたい。高い上げて大技炸裂なるか。ジャイアントスラムは防いだ。そうですね、近距離からこのショートレンジのラリアットがある。スワマが入ってきました。ジョーの動きをさあ止めようと奮闘します。ぶつけていく、ただ抱え上げてスパインバスター、叩きつけられました。分かりません、この一戦どうでしょう。ここまで、いやーそうですね、はい、一発でラリアット一発でなんか盛り返した感じですね。そうですよね。先ほどまであの丸山選手もジョーとジェームスを押してるんではないかという話もありましたけれども、いや奮闘していますよ、踏ん張っています暴走大巨人。石川修司も口が大きく開いています。息が乱れている。2人のラリアットぶつかっていく。聞こえますかこの音。いやすごい、これを阻止して左腕が残っている。どちらの腕でも危ないですか。突き刺していきますが叩きつけていったところ、カウント2です。さあ勝てば優勝が決まります。2018世界最強タッグ決定リーグ戦、持ち上げてのブレインバスターはディラン・ジェームス。激しい攻防終わってしまうのか。 2.9 返しました。危ないです。27歳ディラン・ジェームス、若さあふれるファイトを見せています。そしてジョーが入ってきました。今度こそ行ってしまうのか、ね、さあ2人の合体技ザ・ボンバーの合体技だが、ここも入ってきました。阻止します。スワーマンも相当疲れています。ダメージを負っています。ダブルチョップ、1人でぶつかっていくラリアット、返し倍返し。ジェームズのラリアット挟まれてしまったか。捕まっているぞ。抱え上げて、そのままどうする。回転してのレボリューションボムですがホールに行けません。権利は石川選手ですね。そうですね、ジョーは大の地状態です。ほとんどスタミナも残っていないかもしれません。必死になって立ち上がってきたのは石川修司。さあ投げっぱなしのドラゴンスープレックス、息を吹き返したか。うわ、この理由で大砲が待っていた。ぶっと腕をぶつけていったのはジェームス。お互いフラフラです。どちらがこの一戦を制するか。串刺し式一発一発にファンも手を動いています。うわー、すげー、鬼の競争。そして3発目、これで決まってしまうのか。うわー、さあ手拍子足拍子重点音が鳴り響く後楽園ホール、世界最強タッグ決定リーグ戦優勝決定戦。ジョークスワマン踏ん張った、ヘッドバット踏ん張ります。だがジョークスワマンボディアタック、すごい、巨大なブルドーザーあるいはダンパーがぶつかってきました。まさに事故です。そして渾身の力を込めて振り抜いたジェイムスのラリアット。諦めません、諦めません。そしてうわジョークスラブ、すげー。うわー、2018世界最強タッグ決定リーグ戦優勝はディラン
チームスト、ジョー・ボーリングとなりました。